NHK の職員の皆さん、おはようございます。お前ら仕事してんじゃん、まあいい加減諦めろって思うんだけど、まあ俺はこれからも、払う気はないから。で、普段からまあこのチャンネルを、ご覧いただいてくれてる方はわかると思うんですけど、1ヶ月に1回、まあ、僕の自宅にゴミが届くんですよ。でそのゴミっていうのは、こちらにあります。まあここちょっと名前が書いてあるんで、折ってあります。で、日付です。23年の2月1日で、内容はこちらですね。よくご覧ください。よく見てください。でこれ何かと言いますと、皆さんは NHK の受信料を払ってますか？まあ払ってる方もいらっしゃると思います。で僕は、一度も払ったことないです。まあこれからも、払う気はありません。で、これはまあ滞納も含めてなんですけど、僕裁判に行ってないんですよ。要は無視したんですよ。でその証拠がこの、判決が確定したって書いてあるじゃないですか。まあこれが証拠になります。で、その滞納金も含めてなんですけど、この金額の方がこの下ですね、197,241円。これ受信料ですよ。197,241円プラス、こちらですね、この下から言っても、これ355220、35,520円ですね。地上波契約でしたっけ。まあ毎月、まあ、2000いくらずつぐらい、加算されてると思います。ということは、合計が24,5万、まあ支払えってことなんですよね。皆さんも、僕と同じ、方っていらっしゃいます。まあコメントで書きづらいと思うんですけど、気をつけてくださいね。まあ未契約でも奴ら訴えてきますよ。まあ訴えてくるんですけど、まあ同じことしか言えないんですけど、まあ自宅になんか訪ねてきたとか、口座も使えますし、お金下ろせますし、何も変わってないです。ただ1ヶ月に1回このゴミが、まあ、自宅に届いてるっていう、まあ、それだけなんですよね。まあ、皆さんも、真似しないでくださいというか、どうしてるか知らないですけどね。まあ、払えない人は、いや僕払いますよ。まあ、お金なかったらこんなことしないですから。お金なくてこんな動画撮ったらただのアホなんでなんで、まあね、こういうケースもあるんで、くれぐれも、気をつけてください。で今日は、久しぶりに、バンド紹介を行っていこうと思います。で、今日紹介するバンドなんですけど、僕はバンド名しか、まあ、聞いたことはなかったです。まあ、メンバーの、人数も曲も、まあ、一度も聞いたことはないです。で、そんなバンドをなぜ紹介しようかと思ったかと言いますと簡単な理由です。ツイッターのトレンドに上がってるんですよ。まあ、ついさっき上がってたんで、まあ、紹介したこともなかったんで、まあ、このバンドでいいやっていうね、まあ、そんなノリです。で、このバンドなんですけど、まあ、タイトルにもあった通り、結成13年目のバンドになります。で、ツイッターのトレンドに上がるぐらいなんで、メジャーバンドだと思います。多分そうだと思います。間違ってたら申し訳ないです。で、次に、まあ、このバンドの、まあ、結成の経緯ですね。バンド結成の、経緯見ていこうと思います。2010年の、4月に結成し、2010年11月より、本始動した、バンド名は、子供、ドラッグ、音を合わせた、造語であり、ニューエイジ、ニューカルチャー、ニュースタンダードを、テーマに、固定観念に、とらわれない音楽スタイルを得意とする。で、続きます。2013年11月25日に、株式会社、B フォレストと、アーティスト契約し、株式会社、B フォレストの、レーベル事業部、BP レコードから、音源を発売している、バンドになります。で、次に、こちらメンバーの写真ですね。わかりますか？あの結成当初がメンバー5人だったんですよ。メンバー5人だったらしいんですけど、まあ、今は4人らしいですよ。ギターが抜けたんですよね。その理由っていうのは、なんか逃亡でしたっけ、失踪でしたっけ。で、なんかそんな感じですよね。で、詳しく調べると、当時の事務所でしたっけ、まあ、事務所のその社長さんかなんかお偉いさんのパワハラがね、問題になったみたいな、そんなのが書かれておりました。で、もうバンド名言いますけど、子供ドラゴンです誰か好きな人いんのかな。まあ、多分いますよね。いると思います。で、次は、まあ、子供ドラゴンのメンバーの方を見ていこうと思います。まあ、4人ですよね。まあ、2010年に、結成13年目。で、ボーカル、ギター、ベース、ドラムで、脱退が、ギターです。名前見てもわかんないです。で、次は、シングルですね。まあ、作品のシングルになります。
多いんですよ。まあ13年も活動してるんで、確か21枚か22枚、まあシングルがリリースされております。まあどれを見ても僕わかんないです。まあ YouTube で曲は聴きましたよ。曲を聞いた感想で僕はいいとは思わないです。あの、ビジュアルも含めて、このバンドは、まあ僕はいいとは思わなかったです。まあこんな感じです。まだあります。3回に分けました。まあここにも7曲あると思います。で、最後です。まあ、シングル、まあ、左全部なんですけど、ミニアルバムが、右のキャンディーマンっていう、まあ、これ1枚だけです。まあ、これ1枚だけが、ミニアルバムになります。で、最後が、こちらです。フルアルバムが、4枚、リリースされております。で、DVD が、15枚か16枚、まあ、発売されてるんですけど、あまりに多かったんで、省きました。申し訳ございません。で、次にこちらをご覧ください。今年ですね。まあ今年結成13年目で、なんか節目なのかわかんないんですけど、全国ツアーを行うみたいです。まあ全国47都道府県で、タイトルが、I'll Kill You ってね、タイトルになっております。で、まあ上北海道から、まあ、沖縄まで、回るみたいです。で、これ、細かく調べたんですけど、全部ライブハウスです。まあ、全部ライブハウスっていうのは、まあ、嘘なんですけど、ツアーファイナルの、LINE キューブ渋谷、まあ、東京なんですけど、まあ、この会場だけ、キャパが2000人。で、それ以外の46都道府県は、まあ、すべてライブハウスだったと思います。で、このファイナルだけ、ジャージ限定って書かれてるんですよ。で、YouTube の、まあ、ライブ映像を見たところ、まあ、曲によっては、なんかジャージ着てるんですよね。まあ、なんでかわかんないんですけど。という感じですよね。で、チケットの方が、ファンクラブは昨日からですね、ファンクラブ先行販売が、2月3日から、2月の、13日まで。で、一般発売が、7月の16日からですかね。ですね。で、チケットが、これ良心的だと思うんですよね。まあ、最終公演ですね、LINE キューブ渋谷だけが、前売りが6500円で当日が7000円で、それ以外のライブハウスは、前売りが5500円で、当日が6000円、ドリンク代は別になります。まあ良心的じゃないですか。まあ今までのバンドが、まあ、VIP だったりね、なんかライブハウスで1万とかね撮ってるクソバンドが多かったと思うんですけど、まあ気になる方は、まあ、Twitter でもいいですし、まあ、調べてみてください。はい、ということで、今日は、ツイッターのトレンドに上がってたバンド、子供ドラゴンを紹介しました。で、何か、まあ、おすすめの曲がありましたら、まあ、コメント欄の方にお願いいたします。まあ、自分が聴いた、まあ、シングル曲は、まあ、12、3曲なんですけど、まあ、その中では、まあ、いい曲、まあ、好みの曲は、なかったです。はい、ということで、まあ、これで終わろうと思うんですけど、コメント紹介します。もう気持ち悪いやついらしてますよ。まあ、患者さんなんですけど、こちらをご覧ください。まあ、覚えてる方もいらっしゃると思います。まあ、一週間前ですよね。まあ、このコメントっていうのは、西川貴教さんの、まあ、インディーズというかバンド時代ですね。まあ、ルイ・マリーっていうバンドなんですけど、まあ、そこのコメント欄に現れた、もう既得です。病気です。で、このギターの山下さんは少し世話になってしまう。知り合いやでって、別に何書いてもいいんですけど、今までも誰かの知り合いとかこいつと親しかったとか友人だみたいなね、そういうやついらっしゃるんですけど、多分あなたの一方通行ですよ。片思いです。あなたが勝手に知り合いって思ってるだけで、向こうはお前のことなんか知りません。気づけよ、クズっていうことなんですけど、まあ僕はこういう風に返信してるんですよ。誰それ君と同じで売れないバンドマンなのって返信するんですが、なんでこういう、返し方、まあ煽るかというと、ゴミは利用するんですよ。ゴミは使い物にならないじゃないですか。でも SNS の世界だと利用できるんですよ。僕何もひどいこと言ってないですよ。だってさ、皆さんの大好きなクソジジイいるじゃないですか。まあクソジジイ今ニューヨークにいると思うんですけど、日本だとこのぼったくりじゃないですか。これ VIP10 万円なんですけど、海外公演で VIP、まあ VIP ないというか VIP あるんですけど、この半分もしないんですよね。それが日本人と海外の違いです。まあこのクソジジイは日本人を利用してるんですよ。まあ僕もこういうわけわかんない、気持ち悪いやつは利用するってね。まあ同じことをしてるんで、僕は何一つ悪いことはしてません。で、昨日届いたコメントなんですけど、こちらです。まあ煽ればこうやって書いてくるんですよ。ということは、コメントが増えるっていうことなんですね。コメントが増えるってことは、まあ動画の評価につながるっていうことで、こいつは勝手にコメントを書くことによって、俺の動画が、おすすめ関連に載るっていうね。
本当頭悪いなって、俺返すわけねえじゃんってことで、まあ一応読みます。俺の知り合いのバンギャが、誹謗中傷で通報しまくってるらしいけど、なかなかバンされねえな。そろそろかな、そろそろかもな。てか排除しよう、小人はまずいでしょっていうね。あのさ、お前、以前にも、なんか通報しとくわ、みたいなコメント書いてたと思うんだけど、いい加減気づいた？意味ないって。あ、別にいいよ。お前がな、やりたければ、もう、ね、何回でもさ、通報してください。で、ここにね、俺の知り合いのバンギャって書いてあるんだけど、申し訳ないけどさ、まあお前のコメントを見る限り、まあ知り合いもブスだと思う。で、そのブスに言っといてくれ。コメント書いててもいいし、通報してくれと。その代わり、俺の動画が、もっとね、いろんな人にね、広がることになるだろうっていうことでね。だってやばいんですよ、こちら。コメントが9件でしたっけ？ 9 件のうち、僕1件だけ。先ほどの煽ったやつだけなんですね。それ以外は返してないんですけど、ひたすら書き込んでくるんですよね。なんか気に入ってもらえるんですかね？なんか気持ち悪いやつで好かれるんですよね。なんなんですかね、これって。で、あと、これも前回紹介しましたっけ？こいつある意味すげえな。こんな小遣い稼ぎのためにそこ攻めてるけど大丈夫な。クソメガネですね。まあ、弟さんの方で、無敵と書いて、エクサシーと読む、ぼったくりと読むでしたっけ？まあ、エクサシーレコードの、クラファンの、動画からなんですけど、まあ、そこ攻めてるけど大丈夫なんて書かれてるんだけど、まあ、そこしか攻めるとこないでしょ。まあ、自分のチャンネルで、まあ、90年代の VK を紹介してるんだけど、まあ、インディーズだけを攻めたところでさ、誰も知らないし、視聴回数取れないし、動画を上げる意味がないんだよね。ってなると、まあ、Twitter のトレンドに合わせるしかないじゃん。で、たださえ VK のネタって弱くて、トレンドに上がるのもさ、XJAPAN や、まあ、その他のメンバーだったり、ルナシー、グレー、ラルク、まあ、それぐらいしかないんだよね。で、今回紹介した、子供ドラゴンや、ガゼット、リル・アングレー、キリュウ。この辺で、まあ、年に2、3回、まあ、トレンドに上がれば、あ、上がったよ、みたいな。あ、VK じゃん、みたいな。そんなレベルだよ。エクスタシー攻めないでどうすんのっていう話なんですよね。はい、ということで、お前ね、この動画見てると思うから、俺ちゃんと言ったからな。バンギャのね、知り合いのブスがいるんでしょ。まあ、そいつらに、まあ、コメントをもっと書けよと。まあ、通報もしとけよと。気づかないのか、こいつな。1年以上の前の動画で、まあ、誹謗中傷じゃなくても、映像だったりさ、曲も使ってるわけだ。で、俺は全て収益化できてるんですよ。で、中には、これなんでだろうと思ってる方もいらっしゃると思うんですよ。その理由っていうのは、メジャーバンドも僕映像使ってるんですよ。曲も使ってますよね。ファナティッククライシスなんて、まあ人、まあ僕以外が挙げると多分 100% 収益化通らないですよ。まあこれなんでかと言ってますと、いろいろ調べたんで。僕これでも、2年6ヶ月YouTube 続けてるんで、それなりに調べております。ということで、まあこれからもね、気持ち悪いコメント、お待ちしております。はい、ということで、今日も最後まで動画を見てくれてありがとうございました。